皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。今日は別アングルです。本日は質問いただきました。16ビートを速くするコツはありますかということなんですけど、16ビートね、苦手な人が結構多かったりとかしますかね。僕の生徒さんでも16ビートを速くするための、チェックポイントとしては、4つですかね。まず1つはタカタカのスピードを上げるっていうことですよね。こう単純にタカ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 のスピードを速く叩けるかどうか。こうこれがなかなかうまくいかないっていう人は片手ずつ、できるだけ弾ませれるようにしてみてください。こうで片手ずつ弾ませれたら両手で叩いてみて、で両手でうまくいったらそれをタイミングずらして交互にすると。まずこのタカタカを叩けるかっていうのは第一のチェックポイントとしてチェックしてみてください。そして二つ目はアップダウン奏法が使えてるかどうか。16ビートは抑揚が出せれた方がね良かったりすると思うので、右手をアップダウン奏法して、これでタカタカを叩けるかどうかをやってみてください。右手アップダウン奏法するとこのアップダウンの動作に左手がつられてしまったりとかするので、なのでそういう場合は叩く場所を変えて、こう例えば右手をハイダムでアップダウンして、これをできるだけキープしながら左手を弾ませる。でこの時に左手がちゃんと弾んでるかを確認するために、たまにね右手シュッて抜いてみるみたいな。入らないに関わらず左手がちゃんと弾ませられるようになったら、それをうまく合わせてみる。っていう感じですかね。この第2のチェックポイントとしてはアップダウン奏法で叩けるかどうかを確認してみる。そして第3のチェックポイントとしてはポジションがちゃんとこう定まってるかどうかっていうのを確認する。例えばこうスネアで練習してる時って、こういう方向で向いてるんですけど、このまま16ビートを叩こうとしちゃう人がいるんですよね。だからこう体がスネア正面向いたままこういう状態で叩こうとしちゃう人がいるんですけど、こうなると左手がすごいね不自然な位置になるし、右手も狭くなるんで、この完全にハイハットの方を正面に向いてみる。アメリカンで叩くならこういうハの字みたいな感じだし、フレンチで叩くなら親指を上にいった状態っていう感じになるんですけど、なんせこのハイハットの方を向く。で、そのまま、こういう感じじゃないですよ。このじゃなくて、ハイハットの方向いて、そう、叩く。っていうことを意識してみてください。そして、第4のチェックポイントは、リズムが細かく取りすぎてないかっていうことをチェックしてみてください。16ビートって手が早く動くので、そのノリ自体がすごい窮屈になる可能性があるんですよ。こうっていう感じじゃなくて、足とスネアだけでまずはちょっとリズムを取ってみて、このこれだったらきっとその割とゆったり取れると思うんですよ。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。ただこうなるとワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーなるんで、この手が増える増えないに関わらず、このゆったり感を出す。で、これ練習としては片手で8ビートを叩いてみてください。こうゆったりとした1、2、3、4を取って、これもそうですよ。この時もできるだけハイハットの方を向いて片手で8ビートをこうゆったり叩いて、でこれに左手を挟めてる感じ。こう
感じで、16ビートのスピードは上がりやすくなるんじゃないかと思うので、ぜひ試してみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。